文化遺産、ユネスコが登録する世界遺産は、その特質に応じて文化遺産、自然遺産、複合遺産に分類されている。この項目では、そのうち文化遺産について扱う。2015年の第39回世界遺産委員会終了時点では、文化遺産は802件登録されている。世界遺産条約では、文化遺産は次の3つのいずれかに分類されている。 記念物は、世界遺産条約第一条では、建築物、記念的意義を有する彫刻及び、絵画、考古学的な性質の物件及び構造物、金石文、コホラーナ住居並びに、これらの物件の組み合わせであって、歴史上、芸術上または、学術上顕著な普遍的価値を有するものと、定義されている。具体的には、ケルン大聖堂、 ドイツのように単独の建造物が登録される物件はこれに分類されるのが普通である。建造物群は世界遺産条約第一条では独立しまたは連続した建造物の群であってその建築様式、品質性または景観内の位置のために歴史上、芸術上または学術上顕著な普遍的価値を有するものと定義されている。具体的には ポルト歴史地区、ポルトガルのように街並みなどが登録される場合には、これが適用される。また、ベルギーとフランスの首脳軍のようにまとまった景観を形成していなくても、建造物群としてカテゴライズされるものがある。遺跡は、世界遺産条約第一条では、人口の所産、自然と結合したものを含む、及び考古学的遺跡を含む区域であって、歴史上、芸術上、 民族学上または人類学上顕著な普遍的価値を有するものと定義されている。このカテゴリーには、クンタ・キンテ島と関連遺跡群、ガンビア・ヤキルワ・キシワニと、ソンゴム・ナラの遺跡群、タンザニアなどの高校遺跡だけでなく、フィリピン・コルディリエーラのナダ群のように現存する農業文化の継承地域なども含まれる。1992年に、 世界遺産条約履行のための作業指針に文化的景観の概念が盛り込まれたが、これは上記産分類の遺跡に規定された自然と結合した人口の所産に含まれる。文化遺産として登録されるためには、登録基準に照らして顕著な普遍的価値を有することを世界遺産委員会で認められることが必要となる。委員会での審議に先立ち、アイコモスが調査を行い、 登録にふさわしいかどうかの勧告を行う。文化遺産としての登録基準は以下の通りである。これらの基準は一つだけの基準が適用されることよりも複数の基準が適用されることが多い。以下、基準ごとにその基準で登録された物件の例示を行う。基準1のみが適用されて登録された物件にはタージマハル、インド、シドニーオペラハウス、 オーストラリア、プレアビヒアジーン、カンボジアがある。この基準は、アントニーガーディの作品群や、建築家、ビクトル・オルタの、主な都市邸宅群のような創造的才能を、発揮した個人に寄する物件に、しばしば適用されるのはも、チロだが、ティアの石碑群、エチオピアのように製作者も、製作年代も定かではない物件であっても、適用されることがある。基準、2。 のみが適用された物件には、コローメンスコエノ主商店協会、ロシア、シュパイアー大聖堂、ドイツ、ホレズ修道院、ルーマニア、ゲガルド修道院とアザト川上流域、アルメニア、スウェルの鉱山都市、チリ、王立展示館とカールトン庭園、オーストラリアなどがある。公益上の要所など、文化交流に寄与した文化遺産にも適用される基準である。 そうした例としては、シルクロード、長安天山回廊の交易路網、中国、カザフスタン、キルギスなどがある。基準三のみが適用された物件には、ブリックエノルウェー、アルタの岩江、ノルウェー、ミュスタヤのザンクトヨハン修道院、スイス、ベルン級市街、スイス、ブトリント、アルメニア、ヘラクレスの塔、スペイン、ベニハンマードの城塞、アルジェリア、 メサベルで国立公園、アメリカ合衆国などがある。この基準は、高古遺跡や人類化石遺跡などにも適用される。高古遺跡で適用されている例としては、ナスカとフマナ平原の地上へ、ペルー、モヘンジョダロ、パキスタン、メンフィスとその墓地遺跡ギーザからダハシュールまでのピラミッド地帯、エジプトなど、人類化石遺跡で適用されている例としては、南アフリカの人類化石遺跡群、 南アフリカ共和国、人類の進化を示すカルメル山の遺跡群、ナハルメアロット、ワディエルイコールムガーラの洞窟群、イスラエルなどがある。基準、四のみが適用された物件には、ルーゴのローマ城壁、スペイン、レボチャ歴史地区、スピシュスキー城及びその関連する文化財、スロバキア、フォントネーの死闘回収動員、フランス、ラショーイコールドイコールフォントルロックル、スイス、 クロンボ城、デンマーク、ペタヤベシの古い教会、フィンランド、バハラ城塞、オマーン、アブメナ、エジプト、ビニャーレス渓谷、キューバ、グアラニーのイエズス海伝道諸群、ブラジルアルゼンチンなどがある。基準5のみが適用された物件には、クルシューサス、ロシア、リトアニア、マドリウイコールペラフィタイコールクラロ渓谷、アンドラ、ホロー系の古い村落とその周辺、 ハンガリー、ベーガ軍と、ノルウェー、アシャンティの伝統的建築物軍、ガーナ、オマーンの灌漑システムアフラジ、オマーンなどがある。文化的景観はしばしばこの基準が適用される。基準のみが適用されて登録されるのは例外的なケースである。原爆ドーム、日本、ゴーレ島、セネガル、アウシュビッツ強制収容所、ポーランドなど、いわゆる負の世界遺産には、 このケースがまま見られる。このほか、リラ修道院、ブルガリア、独立記念館、アメリカ合衆国、ランスオメドー国定史跡、カナダ、ヘッドスマッシュと、インバッファロージャンプ、カナダなども、のみが適用されている。登録にあたっては、複数の基準が適用されることが多く、中には4項目、5項目が適用されるケースもあるが、6項目すべてが適用された物件は、 バッコークツ、中国、大山、中国、ベネツィアとその方、イタリアの3県のみである、2015年の第39回世界遺産委員会終了時点。世界遺産リストの代表性、均衡性、信用性のためのグローバルストラテジー、1994年、では、文化遺産の偏りを是正するため、文化的景観、産業遺産、 20世紀以降の現代建築などを登録していくことの必要性が確認された。文化的景観は1992年の世界遺産上やリコのための作業指針で盛り込まれた概念である。人の文化的な営みと自然が有機的に結びついた景観であり、アイコモスの勧告書でも公式に分類されている。上に挙げた例だと基準4のみで登録された。 ビニャーレス渓谷、基準、5、のみで登録された、クルシューサスやマドリーウイコールペラフィタイコールクラロ、渓谷度が該当する。この基準を含む物件としては、他にもアマルフィ海岸、イタリア、スタリーグラード、クロアチア、スクルの文化的景観、ナイジェリア、バタマリバジンの土地、クタマク、東ゴ、バムとその文化的景観、イラン、テキーラの古い産業施設群と、 流絶乱の景観、メキシコなど多数が該当する。産業遺産はその名の通り産業の営みを伝える、何らかの遺跡である。その定義は一様ではないが、2011年登録分までについては、アイコモスが公式に分類したリストを公表している。文化的景観などとも一部重複するが、岩見銀山遺跡とその文化的景観、日本、シュたるの歴史的推理施設、 イラン、インドの山岳鉄道群、インド、ダーウェント峡国の工場群、イギリス、ビスカヤ橋、スペイン、ラショーイコールドイコールフォントルロックル、スイス、リドウウンガ、カナダ、ハンバーストーンとサンタラウラの小石工場、チリなどがそれに含まれる。優れた建築家による建造物や都市計画も世界遺産の登録対象となっている。 完成から30年前後で登録された、ブラジリア、ブラジルや、シドニーオペラハウス、オーストラリアなどは、その顕著な例である。他にも、リートフェルト設計のシュレーダー邸、オランダ、ストックレー邸、ベルギー、ブルノのトゥーゲントハット邸、チェコなどの個人の邸宅、ベルリンのモダニズム集合住宅群、ドイツのような集合住宅、カラカスの大学都市、ベネズエラ。 メキシコ国立自治大学の大学都市の中央キャンパス、メキシコのような教育関連施設など登録されている。他の分類としては、文化の道、カルチュラルロードという概念も出現している。キー産地の霊場と産経道、日本、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路、スペインなどの巡礼の道、ミディウンがフランスなどの運河、ゼメリング鉄道、オーストリアなどの鉄道、入港の土地、 おまンなどの公益路がこの分類に含まれるものの例として挙げられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。